さっきまで晴れていたのに。おいしょ。ついてないな。お使いするといつも雨なんだから。ありがとう、バーボンさん。こら！なんてこいつ！どこから潜り込んだか知らんが、今度見つけたらタラじゃおかんからな！ろくな食べ物もないくせに。もっと老人を大切にせんかい、なんてしけた町だ。あれ？あんな猫見たことないぞ。猫さん、猫、猫、ね、猫さん。会ったことがないと思うんだけど、この町初めて。僕エルマ。エレベーターって言います。エルマーさん。さてね、私の知り合いにはそんな名前の人間はいませんがね。え、そりゃ初めて会ったんだから知ってるわけないじゃないですか。さ、そこをどいてください。今夜のねぐらを探さないといけませんから。今夜のねぐらだったら僕の家に来てみませんか。暖かい暖炉のそばに座れて、ミルクをお皿に一杯もいただけるんなら、そりゃ私にしたって嬉しいですがね。暖炉？暖炉なら僕の家にはとっても素敵な暖炉があるよ。しかしね、私のような年取った野良猫を招待してくれる家なんてどこにもありませんよ。そんなことないって。いくら僕のお母さんだって、そうそう、ミルクならいくらでも分けてくれるよ。それではお邪魔になるとしますか。さ、どちらです。あ、はいはい、あれ、あ、こっち、こっちかな。親切にしてんのに。ああ、ここにいたんですか。心配しちゃいましたよ。これはなかなか立派な暖炉ですよ。でしょう。もうちょっと火を強くしていただけるとありがたいんですがね。あ、はい、これミルクどうぞ。悪いんですが、皿にミルクをついでもらえませんかね。火の方もお願いしますよ。はいはい。それにしてもこれはなかなか極上もんのミルクですよ。本当？ええ。
こんな年になるまであちこちいろんなところを渡り歩いてきた私でもこれほどうまいミルクにありつけることはめったにありませんよ。チーズもヨーグルトも最高に美味しいんだよ、この町のは。チーズ、ヨーグルト、あれはいけませんよ。ことにヨーグルトときたら、あなたあんなものが好きなんですか。よくも食べられるもんですね。美味しいよ、蜂蜜いっぱい入れたヨーグルトなんて最高だよ。さて、そろそろおいとまするとしますか。え、どうして。エルマ、一体何をしてるの。あ、母さん、なんでもないよ、ちょっとね。まあ、やだもう、そんな汚い猫どっから拾ってきたの。ミルクなんてあげてたらダメじゃないの。だって、ああ、そんなことしたら町中の野良猫にミルクをやることになっちゃうじゃないの。しっし、やめてお母さん、あの猫さん僕と友達になったんだよ。何をバカなこと言ってるの。ほら、しっし、出ておい。やめてったら。猫さん、ひどいや。エルマ、まったくエルマったら。本当にごめんなさい、猫さん、せっかく来てくれたのに。いえいえ、別に私に気を使わなくったっていいんですよ。おかげさまで体も乾いたし、うまいミルクに回りつけました。あなたのような若い子と話したのも久しぶりですよ。そうだ、またうちにおいでよ。そうそう、ほら、地下室なら見つからないよ。僕が毎日ミルクを持って行ってあげるから。そんなそんな、見ての通り私は気ままな旅人ですよ。ひとっところにじっとしているなんてとてもとても。それじゃあまたどこか行っちゃうの。さあ、どうですかね。気ままな旅人、いいな。旅人といってもただの宿なしですよ。絶対よ、僕なんて船に乗ったことなんて一度もないし、汽車には乗ったことあるけど、いつも二駅先のおばさんの家までさ。いいな、いつでも自由に好きなところへ行けるんだもの。思っただけでもワクワクしちゃう。僕には絶対にできないもの。どうしてですか。え、どうしてって。うん、まだ子供だし。それに子供だけにしか行けないところもありますよ。子供だけにしか。子供だけにしか行けないところって。話は長くなりますよ。帰らなくていいんですか。大丈夫大丈夫、母さん猫さんにあんなひどいことしたんだもの。だから話して猫さん、どこにあるの。僕そこに行けるの。猫さん、本当に話を聞きたいんなら静かにしてくれませんかね。あ、ごめんなさい、なんだか嬉しくなって。失礼して横にならせてもらいますよ。エルマーさん、あなたも突っ立ってないで。うん。ご覧の通り私はもうこんなに年を取ってしまいましたが、去年の春最後の一人旅行をと思ってオレンジ島という南の島へ出かけたんですよ。そのオレンジ島の近くに動物島という島がありましてね。動物島？そう、そこで
泣きたくなるほど悲しいものを見たんですよ。嵐に巻き込まれたんでしょうかね。一匹の竜の子供が空から落ちてきたんです。え、竜？猫さん、竜を見たの？竜って本当にいるの？いるんです。体は鮮やかな黄色と青の縞で、角は目の覚めるような赤でした。そして翼は金色に光り輝いていました。うわ、しかし落ちたところが悪すぎました。何せあの動物島だったんですから。それで？あの竜のことを思うと、この私でさえ涙が出そうになります。動物島にはたくさんの意地の悪い動物たちがいましてね。やつら、砂浜に落ちた小さな竜の子が立派な羽を持っていると知るや、食べちゃったの？いえいえ、竜の首に太いロープを巻きつけて森のどこかへ連れて行ってしまったんですよ。時折森の奥からクーンクーンと悲しい鳴き声が聞こえてきましてね。ひどいね、そいつら。この私がもう少し若かったら、あの竜の子を自由にしてあげられたんですが、あの竜を助けられなかったことが、気ままに暮らしてきた私のたった一つの心残りです。かわいそうな竜くん。どうです、行ってみますか？え、あの竜を助けに。僕が？そう、あの島こそ冒険好きな勇気ある子供だけが行くことができるんです。行きますか？行くって、その動物島に？そんなこと僕にできるわけないよ。さっき旅をしたいとかおっしゃってましたね。そうだけど、そうだけど、でもどうやって行けばいいかわからないし、大地、お母さんがいいって言うわけないじゃない。それにもうすぐお父さんの誕生日なんだ。いろいろプレゼントも考えなきゃダメでしょう。あ、そうでした。やっぱりあなたには無理でしたね。だって僕そんな、な、猫さん。いいんですよ、今の話は忘れてください。おいしいミルクをごちそうさまでした。あ、なんだよ、勝手なことばっかり言って。またか。まあいいじゃないか、野良猫の一匹や二匹。でもね、まあほんとしょうがない子。どうです、行ってみますか、あの竜を助けに。そう、あの動物島こそ勇気ある冒険好きの子供だけが行くことができるんです。黒猫か。よーし。猫さん。猫さん。
町からいなくなっちゃったのかな。なんであのままさよならしちゃったんだろう。いつだってそうだ、いつだってせっかくできた友達に一番大切なことを、いつだってん、猫さん、ここにいたの？うわー、よかった。一体どうしたんです、こんな夜中に。僕、猫さんのこと探してたんです。猫さん、僕、動物島へ行きます。ほう、でもエルマーさん、また急に。僕、決めたんです。動物島へ行って、かわいそうな竜を助けてきます。でも先ほどは動物島へなんか行けるわけないと。それにお父さんやお母さんにはどう言うんです。それは大丈夫、お父さんの誕生日までに戻ってくればいいんだ。だからお願い、猫さん、教えてください。僕どうすればいいですか。どうすれば動物島まで行けるんですか。どんな危険が待ち構えているか知れませんよ。父さんのナイフを持っていく。時には何にも食べられないことだってありますよ。サンドイッチを持っていく。それにクッキーやキャンディーだって。本当に決めたんだ。動物島に行って竜を助ける。私もしばらくは腰を落ち着けなくてはなりませんな。ね、猫さん、明日から早速準備に取り掛かりますよ。ですか。船はこのオレンジ島のクランベリー港に着きます。直接動物島には近づけませんからね。オレンジ島に着いたらこのぴょんぴょこ岩を渡るんです。もう何遍も聞いてるって。荷物は大丈夫ですか。備えあれば憂いなしって言いますから。はい先生。どれどれ、リンゴが6つ、それに歯磨きと歯ブラシ、それからガムに、またまた随分入れましたね。そうだよ、備えあれば憂いなし。それにこれから家に帰ってピーナッツバターとゼリーのサンドイッチをたくさん作るんだ。その調子です、その調子です。さあ、いよいよ明日ですよ。ちょっと冒険に行ってきます。動物島ってところにとてもかわいそうな竜がいるんです。なんとかしてその竜を助けてあげなくちゃいけないんです。心配しなくても大丈夫、お父さんの誕生日までには必ず帰ってきます。行ってきます、エルマー。あの船がクランベリーに行くんだね。そうです、船に乗り込んだらすぐに甲板の下の船倉に潜り込む。いいですね。うん、分かった。やれやれ、湯がすっからかんだぜ。だから言ったじゃないか。どうしよう。いつもそれ。よし、私があの見回りの気を引きますから、その隙に船に。うん、分かった。それでは。ね、猫さん、あの、僕、猫さんのような冒険家になれるでしょうか。それではお別れに、私が大切にしてきたとっておきの言葉をお教えしましょう。長い道中でくじけそうになった時、必ず役立つはずですよ。 If you wish。 え？望めば何でもできる。 If you wish。 そう、
望めば何でもできる。 If you wish 望めば。ありがとう猫さん。この手を思いっきり叩いて。友達になったらみんなこうするんだよ。僕たち親友だよね。ゲイ。なんだ。あ、この野郎。あら待ち。またかこのいたずら猫。逃げ足の早い野郎だ。捕まえたらただじゃおかんからな。エルマ、いつまで寝てるの？早く起きなさい。天守怪盗スバンカートップスルを張れ。つくんだろう。こら！いや、やめろよ。
このいたずら者めが。ほら、今日は特別上等のムニエルだぞ。うっと、くそら。おお、ほら、今度はグリーントマトのペッパーソテー。いいぞ。どうだどうだ、うまいぞこいつは。おひとつどう？いいよ。それにしても未公爵、こんな船に乗って一体どこへ行こうっていうんだ？動物島へ行くんだ。とってもかわいそうな竜を助けるの。動物島？竜？なるほどね、動物島へ竜を助けに行く。どうしたの？それってもしかしてマジだったりするわけ？そうさ、冒険家って言ったじゃないか。そんなバカな。大丈夫カモメさん。しかしバカなこと言っちゃいけないよ、動物島へ行くだなんて。え、どういうこと？どういうことってね、いいかい、あの島にあんたなんかがたった一人で行くなんてとても無理な話だって言ってんのさ。だってとってもかわいそうな竜がいるんだよ、誰か助けてあげなくちゃ。やめとけって、あんたが恐ろしい動物たちに八つ裂きにされちまうのが。目に見えるようだ。いいね兄さん、金輪際動物島に行くなんてことは忘れちまいな。ね、お互い人生を楽しもうぜ。ああ、ありがとうよ。それにしてもすっかり恥ずかしいところを見せちまったな。そんなことないって、すごい嵐だったもの。でも二人とも海に落ちなくてよかったね。ほんとほんと、しかしお前さん、よく平気でいられたね。そりゃあ冒険には危険はつきものだもの。冒険ね。どうしたの、傷口でも痛むの？あ、そうじゃねえんだ兄さん。え、何？いやね、あんたならそのかわいそうな竜の子を助け出せるかもしれないなってさ。本当？でもオイラのような旅人になるにはまだまだ10年早いってもんだよ。10年早いってただ調子いいだけだと思うよ。何がにゃーだよ。え、そんなことした？うん、あら。
ほど、やるね。よし、クランベリーの町を抜けたらオレンジ島をぐーんと回る。それからぴょんぴょこ岩を渡ればいよいよって寸法だな。それじゃあ、それじゃ頑張れよ。行けば着くんだよ。猫さん本当なの？地図も何もデタラメなんじゃないの？
のおかしなネズミ、誰か恐ろしい動物に言いつけなきゃいいけど、よし、早くリュウクを見つけに行かなきゃ。まず川を見つけることだ。川は海へ流れ込んでいるはずだから、ここをずっと歩いていけばきっと見つかるに違いない。よし。誰か私の背中に乗ったのかい？うわー！か、カムさん、ごめんなさい。なんだサル君、あんただったのか。サル？背中に背負ってるのは、それはなんだ？え、あ、これは？やだね、病気のおばあさんに決まってるじゃないか。え？そうか、おばあさんを連れて病院に行くところなんだね。そうなんです。そりゃ感心だな。あの僕急がないと。それではさよなら。そうだそうだ、わしらも急がんとな。そうさ、こうしちゃいられない。そう、痛い。ほらまた方向間違えたな。何言ってんだお前さんの方向さ。もうあれまったく変なやつだな。意味はすんません。メールは見たね。ワンデダーク動物島あんまりんもの。ヒッチリ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 一斉を飛ばして。ヒッチリヒッチリヒッチリ。なんなんだ。ヒッチリまーえまーえ背筋伸ばして。ヒッチリヒッチリブリ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 ッチリ。それにしても絶対におかしいぞ。おかしいおかしいって一体何がおかしいんだ兄貴。早いとこ聞かせてもらおうじゃねえか。おうよ、おかしいことは二つある。ある二つはおかしいである。おっと間違えた。おかしいことは二つある。ある一つ、まずはこの慌て者のネズミが目撃したというちょっとおかしな噂。つまりだ、この島ではついぞ見かけたこともない岩が現れ、それがほんの少しの間に忽然と消えていた。
つまり行方不明であること。しかし兄貴、今までこの慌てネズミの言うことに何遍振り回されたことか。ちょちょ、そんな間違い、嘘でした。ちょちょ、おっと間違い、ちょ、そんな絶対間違いないです。ちょ、ストーツなの。証拠として収集したこのみかんの皮だ。みかんの木はこの島にはない。ということはだな、兄弟よ。おい、どうしたっつんだ兄弟。どうしたも恋したもないわ。我らがまだひよっこでおっかさんのおっぱいにぶら下がっていた頃のことを忘れたとでも言うのかい。何も食い物がなかったあの日あの時、おっかさんが手に入れたたった一つのみかんをおいらたちに分けてくれたあのことをよ。お前さん、まさかあのみかんのことを忘れたとでも言うのかね、このバチ当たりが。この俺があのことを忘れるはずがあろうかね。おっかさんよ。おい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 、どうしちゃいられねえ。くそだ、二人でじっくり思い出話に花を咲かせようや。そうさね、そうさね。ちょちょちょ、何してんですか。ちょちょ、かっしりして。あった間違い。ちょちょ、返してくださいよ。この島にはみかんの木はないのか。気をつけなくちゃ。川はどっちだ。こっち、こっちだな。ここに来ちゃったな。猫さんの地図も頼れないよ。ジャングル、ああ、我が物顔で歩いていやがる。ごめんよ、ここは君たちのジャングルなのかい。僕、知らなかったものだから。知らなかっただと。お前はこの動物島のもんじゃないな。島のもんじゃない、勇者者だと。道理で。はじめまして。僕、竜を探してるのか。竜ならこの森の奥にいるぞ。この森の奥？ただしゴリラに首を折られているかもしれん。え？いやいや、あの腹っぺらしのワニどもにもうとっくに骨にされちまってるかもしれん。よそ者でこのジャングルから生きて出られた者がいると思うか。おい、素晴らしい匂いのする肉だぞ小僧。さぞかし柔らかくてうまいんだろうな。たまらん。どうする、まずどこから食らいついてやろうか。ちょっと待ってください。僕いいもの持ってるんです。いいもんだと。
お前の新鮮な肉より上等なものなんてあるもんか。うわー、待って待ってくださいってば。ほら、ありましたよ。ほら、これチューインガムです。おお、チューインガムか。ガムは好きだが腹の足しにならんぞ。クズ、お前の肉からだ。でもこのガムはただのガムじゃない。それは特別なガムなんですよ。何が特別なんだ。いいですか、こうやってガム噛んで緑色になるまで噛むんです。それがどうして。先を聞いてください。これからが肝心なんですから。ガムが緑色になったらそれを地面に植えるんです。何、地面に。するとなんとですね、チューインガムを植えた地面からたくさんのチューインガムが生えてくるんです。ほんとか、よこせ。うわ、こら、独り占めするな。さあさあ、早い者勝ち。早く噛めば噛むほど早くガムが緑色になりますよ。そしたらまたガムが食べられますよ。うん、そいつはなんとも素敵じゃないか。よし、俺が一番先に。なあ、噛むならこの俺が。ブヒブヒ、なるほど。するってと亀の旦那方はそいつは病気のおふくろさんを背負った猿だったとこうおっしゃるんで。おうさ、なあお前。間違いない。しかしな兄貴、猿のおっかさんはもうとっくに死んじゃったはずだがな。お分かりが早いじゃないか兄弟。つまりはこういうこった。この旦那方はよそもんと出会った。こいつはまず間違いねえことよ。よそもん、ブヒッキーン、虎の旦那がどうしたって。なんだお前ら、まだ緑じゃないな。お前のはどうなんだよ。なんだお前、早いもん勝ちだい。ここが俺様の泣きべそ用プールと知って入ったのか。ああ、ごめんなさい。僕、皆さんが泣きべするためのプールを持っているなんて知らなかったんです。何、みんながプールをだと。みんななんか持っておるかい。この俺様だけだ。よく覚えておけ。この俺様の、俺様のプールを汚しおっていく。ごめんなさい。俺様の泣きべそプールに入ったやつは今までみんなペシャンコにしてやったんだ。え、小僧、お前も。
人の聞きたいことなんです。何がだと。そりゃ泣きたいことは山ほどあるわ。その中でも一番泣きたくなるのは俺様のこの汚い角よ。角？いいか、この角はな、昔は真珠のように真っ白だったんだぞ。それがどうだ、見えるか、この真っ黄色の角がよ。でも黄色くて何が悲しいの。このバカめ、昔はな、角ばかりじゃねえ、体全体ももっとピッカピカに綺麗だったんだ。それがこんなに醜い体になっちまった。それでもな、この角だけはいつも真っ白に輝いていたんだ。それなのにいつの間にかこの角までこんなにいやらしい黄色に変わっちまった。これが泣かずにいられるか。おのれ、泣きたくなるほど悲しいこと俺様にしゃべらせよって、小僧ぺしゃんこにしてくれるわ。大丈夫ですったら。この僕に任せてください。僕に任せてくれればその泣きべそももう書かなくて済むんです。なんだと？泣きべそ書かなくて済むだと？ほら、これですよ。なんじゃそれは。歯ブラシって言うんです。歯ブラシ？そう、これを使えばその末期期になった角を元の通りパールのような白い角に戻すことができますよ。さあ、やってみせてあげましょう。角を僕の方に向けてください。騙されんぞ。そんなもんでわしの悲しみが癒されるはずがないわ。うっさいさ、まさかこの歯ブラシが怖いんじゃないでしょうね。バカめ、誰が怖いもんか。うん、やれるもんならやってみろ。あ、はい。さあ、いいですか。こう言うんです。チンチム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 チンチムチム。おい、なんだこれは。ブクブクしてるぞ。何を失敗してるんですか。それチンプイプイと。ほら、いいですよ。さあ、あとは水で洗い流すだけですよ。水で。さあ、どうしたんです。一気にプルーっと。こうかブラブラブラ。あ、うん、おー、こいつは本当に真っ白じゃないか。ね、僕の言った通りでしょ。ん、そいつをよこせ。呪文をちゃんと忘れないでくださいよ。よーし、こうだったかな。チンチムチンチン。ん、違ったかな。いいんですよ、いいんです。さあ、自信を持って。チンチムチンチンムンチッチ、チンチムチンチムムチ。そうそう、その調子、その調子。チチムチムチムムムムチムチチチンチムチムチンチンムチチチムムムムチクムム。あ、ちょっと、ムチ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 ンチン。こいつはいよいよおかしいぞ。よそもんだ、間違いない。けしからん。見つけ出したらただじゃすまさん。なにき、ぐっちゃんぐっちゃんのぺったんこにしてくれるわ。やったか、やったか。あ、行き止まりだ。崖があるなんて猫さん一言も教えてくれなかったよ。ママだと。ママならどっかお出かけだぞ。動物村がよそまになったで。ちょっと、おっと、間違い。ちょっと、動物村によそまが入ったんです。だからママいないと言ったろ。それにしてもなんてうまい黒いちごなんだ。ですからね、伝えてママに言ってくださいよ。まだいたのかよ。
の回り道をしちゃった。こら、ネズミどこ行った？勝手に帰りやがって。ネズミ出てこいって言ってるのか分かんねえのかよ。誰でもいいよ、このいまいましい枝なんとかしてくれよ。もうちょっとこれ、もうだれだお前は。はじめまして。お前だな。ネズミが言ってたよそ者とはお前か。そうらしいですけど。ブワーブワー。今俺は無性に腹を立ててんだ。腹が立った時には弱いものを食べて満腹になるのが一番なんだよ。わかったか。わかったら覚悟しろ。そんなの感じだ。一体何に腹を立ててるんです。決まってるだろう。このいまいましいたてがみを見ろ。黒いちごをちょびっと食っただけだっていうのにこのありさまだ。確かにひどいけど、だからってくそ。ママが竜に乗って帰ってくる前になんとかしないと。え、竜？竜に乗って帰ってくる？俺のママはくしゃくしゃのたてがみが大嫌いなんだ。このひどいたてがみを見ろよ。口も聞いてくれなくなるところが小遣いだってくれなくなるよ。こんな時俺と出くわしてまさかタダで済むと思ってんのか。さあ食ってやる。待ってくださいよ。待って。僕この中にあなたのタレ紙をすっかりきれいにできる道具を持ってるんです。あなたのママもきっと気に入ってくれますよ。何？ママがだと？そんなこと信じると思うか。とにかく見るだけ見てください。ほらこれなんです。なんだそりゃ。はい、つまり、いいですか。こうやってやるんです。なんだなんだ、小枝が面白いぐらいに落ちていくじゃないか。でしょ、でしょ。いいですか、はじめにこうしてブラシをかけて小枝を落とすんです。それから櫛を使って、ほらこんな風にきれいに揃えてから、今度はこうやって編んで、それで先の方をこうしてリボンで結ぶ。ほら。やっほー。おいおい、こいつはなんとも綺麗じゃねえか。やったやった。さあライオンさん、今度は自分でやるといいですよ。よーし。ああお前食べるのは午後のお茶まで取っといてやるから、そこにじっとしてろや。はいはい、分かっていますとも。まずはこうしてブラシかけるんだよな。ブラシをな。竜が暴れたらゴリラに報告すること。やっぱりここだ。竜くん向こう岸にいるんだ。
入者だと。この島によそ者が侵入したというのか。わしらがこの足で確固たる証拠をつかんでますんでね。なあ兄弟。ブヒ、その通りなんでさ、ゴリラの旦那。許せん、安らぎだ。さすがゴリラの旦那、その通り。兄貴、やっぱり頼りになるな。当たり前だ。誰が何と言おうと、この動物島に勝手に入ったやつは、このゴリラが安らぎにしてくれる。うわ、あんなのが見張ってたら、うかつに近づけないよ。はあ、ああ、うん、帰ってきた。我らがメスライオン様のお帰りだ。ブギウギ夕日が沈んでく、ブギのリズムで星が瞬く、高ピー笑いの満月昇ったなら、姫ごとめかして波がささやく、キン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 して、おおおん踊って、涙はいらない。ガオー、ロマンチキなあの満月さえも、この私の前じゃ痩せ細るだけだわ。危ないフルーツモザイクかけりゃ何でもありの、あとはフフフラハチャメチャ。あたしは女王様よ、みんなそこどいてちょうだい。ハートはチョベリグなんて人生最高。エステで磨いたこのボディこそは気分、誰なの？僕、エルマ。エルマエレベーターって言うんだ。リュウ君、君に会いに来たんだ。あ、安心して。僕はこの島の動物みたいに君をいじめたりはしない。絶対大丈夫だよ。僕に会いに？どうして？どうしてなの？僕、猫さんから。そう、あの冒険家の猫さんから君の話を聞いたんだ。猫さんがもう少し若かったら君を自由にしてあげられたのにって。それで船に乗って君に会いに来たんだ。僕を助けに？そうだよ。さあ一緒に帰ろう。嘘だ。え、君みたいな小さな子が一人でここまで来れるはずがないよ。でもほらこうして。信じられないよ、この動物島の連中が君を捕まえなかったなんて。ううん、捕まらなかったよ。トラやサイやライオンにあったけど、それにまずいことにヘンテコなネズミやカメさんたちにも見つかっちゃったけどね。それじゃどうして？魔法を使ったんだ。ほらこのリュックの中にはいざという時に役に立ついろんなものが入ってるんだ。本当？すごいや。
見えても僕は冒険家だからね。さあ、この島から逃げ出そう。え、逃げ出す？うん、任せといて。今すぐ自由にしてあげるからね。でも、僕ダメだよ。どうしたの？だって僕、飛べないんだ。え？飛べない？だって君にはこんな立派なすごい翼があるじゃないか。うん、ダメなんだよ。そんな、もっと元気出してよ。ダメだと言ったらダメなんだよ。リュウ君、この羽だって兄さんたちに比べたらまだまだ小さいし、だから父さんも母さんもなかなか遠くへ連れてってくれなかった。もう少し大きくなったらっていつもいつもあんまり腹が立つから、一人でこっそり遠くへ飛んできてみたんだ。そしたら嵐が来て。そうだったの。うん、でもダメなことなんてないって。本気で望めば何だってできる。ね、ね、元気を出して。ううん、いいんだ。僕、もういいよ。何を言ってるんだ、リュウ君。そうだ。ほら、これ。え？ほら。おいしい、とってもおいしいよ。僕、ボリスって言うんだ。ボリス？君ってすごいね。たった一人でこんなところまで。そんなことないよ。父さんや母さんには内緒だけどね。でも君に会えた。だからそんなことへっちゃらだよ。エルマ、すごいよ君って。一人でこんなところまで。ボリス、大丈夫。もう大丈夫さ。僕がきっと君を助けてみせるよ。きっとね。ママ。ずいぶん早く出かけるんだな、ハニー。早く、ダーリン。なんたって婦人会の集まりじゃ遅れるわけにはいかないのよ。いやいや。どうしたんだ？エルマ、早く隠れて。ゴリラだよ。ゴリラが来たんだよ。さあ、リュウの小僧。今日もしっかり働いてもらうぞ。うわっ、僕、行かなくちゃ。ボリス、エルマ、僕を助けに来てくれてありがとう。早く逃げるんだよ。ボリス、イガリオのこと、ちょっとでもサボりやがるとこうなるんだ。分かってますよ。ほら、犯人が乗るからちゃんと飛ぶんだぞ。さあ、犯人、行っておいで。気をつけろよ。ルースを頼んだわよ。よっしゃ、竜の小僧、いいか、ハニーが怖がらないようにそっとそっと静かに静かにだ。はあ。それでもって超特急で運ぶんだぞ。あれ、もう一眠りするか。この
のくらいなら泳いで渡れるぞ。でもうまそうな足をしてるじゃないか。ごちそうしてくれるのかい？あ、ワニさん。まさかこの川はワニさんだけの泣きべそよ。泣きべそ用だと？なんだってこのわしが泣きべそを書かなくちゃならんのだ。お前さんみたいなごちそうがわざわざ来てくれたというのに。え、いや僕そんなつもりじゃ。遠慮することはない。おいで、ありがたくごちそうになるよ。別の方法を考えなきゃ。耳をすんませ、目を見つかれ、我らの動物島を守るもの。まったくもってどうかしとる。よそもんが侵入したと分かったのに、一体全体昨日のバカ詐欺は何じゃい。何が、私が綺麗だわだ。あー、こりゃこりゃ、おいしい。まったく恥さらしどもめが、みんな動物島の掟を何度心とる。どうしたネズミ、島中のみんなにビシッと伝えたか。それが全然ダメでした。なんだと。よそもん、ピンピンで。よそもんのことがピンときてないだと。たくバカどもが、こうなったら俺たちであいつらの少年叩き直す。いいな、頭や兄貴。それああ、困ったぞ。なんとかしなくちゃ。なんとか。よーし、こうなったら何としても顔を立てやる。でもどうすればいいんだ？なんだ？なんだとはなんだ。いえ。勝手にこの動物島に入ってきたよそ者ってお前のことか。俺が10数えるうちにお前が何者か説明してみろ。え、いいか、数えるぞ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。俺はノロマが大嫌いなんだ。貴様の首も竜の小僧みたいにねじってやる。うわ、どうだ生意気なよそもんが。かゆい、飲みの野郎かな。ローディローだ、レイチェル、みんな出てきてくれ。飲みよ。なんだって？おいしいものをくれるって？ええ、きっとワニさんたち気に入ってくれますよ。わっはっは、とうとうその足をごちそうしてくれるのかね。ほら、これですよ。どうです？おいしそうでしょう。おー、なんと棒付きキャンディーじゃないか。棒付きキャンディーならワニの大好物だぞ。だがな、おいらみんな、
棒付きキャンディーを食べた後はな、この坊主をいただくことにしような。どうぞ。さあ、それじゃあまず一本ここに刺しますよ。賢いワニさんはご存知ですよね。キャンディーって水の中に入れない方がずっと長持ちするんです。なあ、知ってるよ。それじゃあまずこのわしが。なあ、なんて美味しいんだ。小僧、うまいぞ。さあ、次は俺だ。わかりました。皆さんがキャンディーを水に濡らさないで美味しく食べられる方法があるんです。ワニさん、うん、あなたのお仲間のためにあなたの尻尾にキャンディーをつけてあげたいんですけど、いいですか？ああ、いいと思う。どうですか？それじゃあちょっと失礼します。おお、こいつはグッドアイデアだ。なかなか賢い小僧だな。やるな、小僧。これならうまいキャンディーが水に濡れないで済むわい。ほら、こんなにたくさんありますから落ち着いて。さあ、順番に並んでください。じゃあ、お次はあなたですよ。じゃあ、お次の方のために尻尾を返しますよ。皆さん、今ここにお集まりいただいたのは他でもありません。我々がこれまでにも皆さんに散々注意を呼びかけてまいりました、あのよそもんについてであります。ついにあのよそもんめが我らのゴリラの旦那の前にまで平然と現れたとなりますと、もはや放ってはおけないではありませんか。あいつめ特別のガムだなんて抜かしおって、俺のお茶の時間を台無しにしてくれたぞ。何としてでもとっ捕まえて八つ裂きにしてくれる。八つ裂きだー。とうとうオイラたちの努力が。そうさね、やっと皆の衆が。なあ、サイの旦那、あんたのお怒りもお察ししやす。なんだ、若返っただろう。何、あのよそもん目がワニたちの上を渡ってる。そうなんです。おっと、間違え、あ、おっと、間違ってなかった。この俺は逃がさん、行くぞ。来た。いたぞ、あそこだ。逃がすな。こら、このバカどもが。貴様たち何やってる。何やってるだと。見れば分かるだろうが、こうやって美味しい棒付きキャンディーを食ってるんだ。お前らの分はねえよ。このバカワニども、おのれ続け。逃がすな。お邪魔だね。おっと、間違い。お邪魔します。お次の方どうぞ。おい、次は俺の番だろう。何を言ってるんだ、俺が先だったろう。ちょっと、どっちでもいいから早く並んでって。こら、やつだけにしてくれる。俺だ、ねえ、しょうがない。さあ、ワニさん、これを投げますよ。おー、キャンディーだ。俺のじゃ、これが先だ。何すんだ。逃げるぞ。そうはさせるか。急にどうしたんだ。ここほら、動くな。こら、終わりでもバカだれちゃんと並び。うるせえ。こっちがうまいキャンディ食ってるつまり人の目に勝手にんの。やがった。どこへ来ってんだい。逃げようったってそうはいかないよ。どうに。ママに怒られちゃった。やめろ、
やめるったら。ダーリン、ほらこっちよ、ほら捕まって。ダーリン、しっかり捕まって。お母ちゃん。どうして？だって僕は君を助けに来た冒険家だもの。さあ僕と一緒に逃げよう。ダメだよエルマ、僕は飛べないんだ。どうして分かってくれないの？何を言ってるんだ、諦めちゃダメだって。その翼を動かしてみるんだ。やろうと思えば絶対にできるよ。ああエルマ、もうダメだよ、早く逃げて。飛ぶんだボリス、飛ぶんだ。ダーリン、あいつが竜を、捕まえて腕ひねり上げてくれるわ、ラジレチェル筋。エルマ、俺たちをコケにしやがって。いよいよ年貢の納め時だ。離せ、エルマを離して。そうだよボリス、羽ばたいて。自分の力でここから飛び出すんだ。おのれ。降りてこい。お前のくらいダムみたいに切っちゃったら何やる。どうやがって。何を言うんだ、ここまで飛べたじゃないか。でも、もうボリス、いいか、君ができると思ったら必ずできる。 If you wish、 If you wish。 それに君は一人じゃない、僕も、あの猫さんも、それに君の母さんも父さんも、大好きな人たちがみんな一緒なんだよ。エルマ、君の好きなところへ連れてってあげる。本当？
二人で冒険の旅に出ようよ。うん。さあ行って、どこへ行こうか。そうだ、枯れ木町。え、僕の町さ、もうすぐお父さんの誕生日なんだ。そっか、よし、君の町まで大冒険だ。さあ、捕まって。あいあい、キャプテン。
少し